ホテさん、お久しぶりです。どうも、ウーバーワールドです。ボーカルの拓也とは音楽番組で共演以降、プライベートも共に過ごす仲。12、3歳ぐらいの時にボーイにハマって、ギターから音楽が始まって、母に土下座をして買ってもらった5万円のギターをホテさんの地柄にして、でホテさんの真似をしている、あの中学時代を過ごしました。ホテさんいなかったらきっと自分の人生のあり方が随分変わってたと思いますね。ちょっと聞いてみたいこと、あの僕まだ言いたいことあるんですけど、いいですか？あ、全然はい、全然はい。その後も憧れの布袋との思い出にトークが弾みまくる拓也。うるさいっすか俺。本当ただのファンでしたもんね。一緒に飯食ったり、隣にいるとじーっと目に焼き付けて、でパッと見るとね、もう目がハートになってる。